出来上がり。すごすぎる。どうかぜチャンネル。はい、今日は生放送なのでフジテレビです。フジテレビの駐車場に着きました。お願いします。今日の後ですか？シーマで来た。シーマしかない、あ、そうですね。電車乗るのも嫌だなと思って混んでそうで、朝混んでます。昨日、一昨日、あそこの外苑のイチョウ並木を、いいですね、撮ろうって言って、すごい綺麗でみんな写真撮ってたな、歩行者が。そうですよね、あそこはね。で、まあでもこれだけ1本しか撮れないのって思ったら、なんかテントがすごい張ってあって、あの外苑の球場のところに、なんかやってるよって言って、でクリスマスフェスティバルみたいなのやってて、すごい平日なのにすごい人がいっぱいいた。昨日のポカポカ見てたら小柳ルミ子さん出てて、で肉切るやつすごい美味しかったの。317g。あ、10だったら持って帰れる。全50。うん、全50。なかなか7グラムって、いかないですよね。2キロで6万円もするんだって。すごい。1回半分に切って1キロにしといけば、いけるんじゃないかなと思って見てて。1キロの肉を買ってきて、こうって重さをこんなちょっと感じてたんだけど、すごいすごい。でもなんかあの油が多かったりすると、そこはちょっと軽めだったりとか、重量が違うんですね。なんか違うんだって。でなんか2回切っていいんだって。3回切ると近づくよね。でもきっと500にしてから300だったらさ。そうです、力込めるポイント。トークが本当に。麻雀のパイってあった？ここに。あ、なかったです。あれ、それを何個こう、あ、あれもありますね、やれるのかっていうの。20個以上は結構ランキングに残るって言ってたけど、結構難しそうです。難しそうだよね。シナモロールのポール&ジョー。そうなんです。かわいい。そう、かわいいんですよ。すごいかわいい。シナモロールもあるし、あれもあるし、ドライバーもあるし、いろんなところと、そう、コラボするんですよね、ポール&ジョー。ドライも口紅の数がすごい。もうちょっといいですか？もうちょっと、まだです。まだだ。出来上がり。これから打ち合わせして生放送です。27? でも26行けばいいんでしょ。まあまあ普通。え、行った？え、すごすぎる。27。いや、コツをつかんできた。やば、すごい。え、これはすごい。ダメ、さっきまぐれだったかも。27、この辺が半分いけない。どちらが起きるの？遅い方起きるから。無理だな、27。俺はさっきなんでできたんだろう。俺
25はいけるんだよ。半分にするのはできると思う。それで、ああ、やるんだ。でもサーロインの肉だからこういうね、切れっぽい肉じゃないんだよね。もうだんだんダメな、もう練習する。そうね。こういうのやったら行きたいもん。でも7成功したからな、行きたいな。あと2分ぐらいで入るんで直しましょうか。ありがとうございました。今日のソースすごい綺麗、うん、いい匂い、豪華豪華だね、うん、やった。誕生日を誰か出してくれた。牛肉残念、すごい残念。272ね、残念。でも 20g 30g か、もうちょっと右だったんだろうな。あ、当たる人いるのかな。一人当たったって今週。今週？今週一人いたって。あれはちょっと良かったな。27まで行ったんだけどな。イカは一個だけ成功したから良かったな。一個だけ。お疲れ様です。